はい、こんにちは、ショウです。ポケモンソードシールドのカジュアルマッチでまた受けループ使っていくんですけど、ちょ身代わり撤回が結構しんどかったんで、今回すり抜けをね、ドラパルトをちょ気持ち程度に入れてきました。まあ、S 早いし、普通にあれだよね、受け回しプラス、まあ、スイーパーみたいなノリでどんぐらいやれるかなっていう感じなんですけど、これね、ラグラージでステロ巻いてあくびしてっていう展開に見えなくはないけど、ってか全然それに見えるな。ブルルを果たして投げるかどうかみたいな。いやー微妙だな。まあ、S バン考えてドヒドリでは行っていいかな。で、海竜、バンギ、ギャラあたり考えると、ヒドテッカグヤでうまく受け回したくて、アット1とかになるのかな。海竜特殊なんだったらバンギ欲しいな。だからラグラージに薄いな、そうすると。ラグラージをうまく、ラグラージに強く出れんのがさ、ブルルだけなんだよな。まあ、バンギにも弱くはないけど、正直ドヒドカグヤで間に合ってる話がある。まあいいや。ステロイドリギされてもいいよ。それ前提で、ドヒドバンギカグヤで、それでもいいと思うけど。まあ、カグヤで最初ヤドリギ入れて、ドヒドカグヤってクルクルしてれば、ヤドリギダメで相手削れていくから、まあ一回嫌な対面作られはするんだけど、まあ言うてみたいな感じはあると思うけどね。あ、そっから海竜通してくんのかな。海竜から来たね。これでも初手で鉄火魚合わせてんの。でかいけど、多分、大バーンとかでもさすがに耐えるから、こっち無償で、無償ではないね。ヤドリギ入れれると思うけど。まあ弱砲のね、海竜がめちゃく、いい技持ってるね。それめちゃくちゃいい技持ってんな。電磁波。自分で電磁波で起点作って竜舞。でもこれ技範囲的に多分ね、鉄火剣に通る技ないでしょ、さすがに。おい。待って待って、お前。ザッ。お前さ、電磁波で。ねえ、やりたい放題されてるけど、これ。やりたい放題されてんじゃん。ねえ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 、ちょ、もう、ずるずるずる。ちょ、待って待って。違う違う違う。ね、今の試合はなかったことにして、もう一戦やっていきます。で、これランドロスいるのに久しぶりに当たったね。ランドロス鉄火具で見たいから鉄火具絶対持ってくでしょ。これ相手の鉄火具やきつい。ランドの圧力でさ、押し込んで鉄火具や裏にいんの怖っ。だからドラパルトを考えると、鉄火具や単品だと結構不安があるな。だからエースバーン考えるとドヒドも欲しいでしょ。まあレヒレまでドヒドで見れなくはないんだよな、全然。まあ挑発レヒレが無理なんだけど、まあ多少気合でなんとかする部分があれば。ドヒド、鉄火具や、ドラパとかかな。相手のデッカグヤのこと考えると、ヒドカグヤバンギの選出ちょっと無理がありすぎるし、かといって。ただポリッツが無理になるか。ドヒドカグヤ、ラティ、ブルル、いやー、そのタイプのあれ切んなきゃいけないか。劣化具や、ドヒドイで、バンギかな？それだったら。ポリツーが結構えぐいなぁ。まあ、いやー、結局あれか。劣化具やミラーで勝つために、あれにするしかないか。ランドロスから来た。まあ、ステロ巻きだとは思うけど。ヤドリギ連打でいいよね。一生。劣化具やにヤドリギさえ入ってれば、こっちの方が割と有利なサイクルできるから。とにかくなんか、鉄火具やを先に、盤面に置いてさ、身狩りしたもん勝ちみたいなさ。
そういう感じは否めないんだけど。ランドロスもな、ステラ巻きと、自分で突っ込んでくるタイプと、トンボ返りで対面操作するタイプがあって、割と、肩が読みにくいっていう。まあ、初で出てくるのは割と、ステラ巻きって感じはあるけどね。ヤドリギ連打だね。引いてくると思うけどね、ランドロス。引かない。これ、こっちの方が微妙に削れてくんだよな。やっぱこういう時身代わりあるとめっちゃ得か。まあ、デッカが引きされてもまあ多少マシなように交渉してるけど。コトンボ返り、ヤドリギ連打したかったけど。でもこっちからしたら今のとこまだヤドリギ押したわけだから、相手からするとガンプーとか連打したかったと思うけどね。ドラパルト、ドラパルトはいいけど。まあさすがに万儀かな。10万か放射っぽい感じあるよね。トンボ返りかな。いや、いやドラパルトは結構まあ結局600族だし S 早いから冠の雪原環境でも戦えるスペックがあると思うんだよね。まあ、大ドラグン、大フォローも普通に強いし、まあ、S が早いのが一番偉いかな。モンジー、オッケー。引いて正解で、玉ね。はいはい。まあ、これドラパの削れ具合的に、TOD は負けないかな。ランドもちょっと削れてるし、ステラ巻き、これは勝った。さすがに。ラスト何でも受けれる。はい、ドラパ下げて、ランドロス。まあ、本当は自信にテッカが投げたいけど、相手自信絶対押してくんないんだよね。だからかといって、こっち突っ張ると相手は自信に技選択切り替えてくるから、そう、だから事実上なんか、相手がこっちの技見てから技選択変えれるようなもんだからね。テッカが引きで。そういう感覚になるよね、受けループって。相手がさ、なんか、こっちが一番嫌な手を常に打ち続けれるようにできてるみたいな。それでも、勝てるから偉い時があるんだけど。やだ、ステロで削れるの痛いな、これ。トンボ返り、はい。いやー、これね、どっちが先に疲弊するかゲームだけど、言うてランドロスの方がきついでしょ。ドラパルト、はい。で、ドラパが弾な分、こいつの疲弊の仕方の方が多分エグいと思うんだよね。まあ、釣ってくるかな。バンギに、ああ、待って、ダイバーしてきた。でもそうだったらさすがに大ドラグーンじゃないとおかしい。ここダイバーンでさ、突っ込んできてさ、バンギでって。ああ、両刀？両刀で文字持ってるパターンかな、それか。特殊だと思ってたけど。まだしあるか、両刀全然。いや、でもそうだったら交代読み押すよ、さすがに。うん、そうだよね。ストリーム。でもさ、バンギってこれ、ストリーム食らってもなんか平気そうな雰囲気あるのが怖いんだけど。全然それでもなんか物ともしなそうだもんね。いや、これはさすがに特殊だと思っていいから。ドヒードかなぁ。いや、ストリーム連打でもいいから、バンギ引きか。モンジー、ハイドロポンプ。10万まだ切れねえなぁ。変な技構成のやつだと思ってても全然おかしくないから。で、砂でストリーム受ける分には、ダメージそんな。あ、やっぱサンダーあるか、ドヒド引かなくてよかったね。で、弾と砂で、まあドラパが先に削れていくかな。
ダイマックスここで使うか。あ、全然いいな、それでも。ラストにダイマックス残さないと無理があるのは、いないかな。コールから入って。いやー、ここで引くのか。いやー、やったら普通に一回守るだったな。まあでもこれ先に相手が疲弊するけどね。こっちダイマックスしてるから結構自信をしたい感じしないかな。まあでもこの方の番組見て、まあ、レンチあるわけないと思ってるから普通に自信押さないよね。あ、どっちみちトンボで引くから変わんないか。いやー、バンギラスダイマックス無駄打ちになっちゃったな。まあでも結果グヤかな。一応盆のみあるからステロとあれでそこそこ削れても、いや、このランドロス崩しエグいランドロスじゃないと思うんだよな。トンボ返り、まあでも入ってきてもおかしくないか。結局そのステロとトンボで削ることを考えると、あ、おかく、これが大丈夫なのはでかい。いや、宿り木だね、ここ。まあ、ドラパルトがもうこれで、宿り木2回とステロととかで死ぬから、繰り出せないでしょ。ガンプ、オッケー。いや、言うてこっからさ、こっちヘビボン連打とかでさ、ドラパ引きも対応効いてるし、なんとかなると思うんだけど。え、それでもよくない？全然。そうだよね。デッカグヤいないと勝てないのが、まあ、デッカグヤ死なないなら相手のデッカグヤはドヒドでずっとじーっとしててもいいから。あー、でもエアスラ考えるとめんどくさいか、少し。まあでも宿り木かな。トンボ返り OK。ここで挑発レヒレとか、きつくなるかなと思って、あれしたけど、まだどっちみちダイマ切れてるから、まあ、怖くないっちゃ怖くないか、そんなに。砂切れちゃうかな。まあ、切れちゃうよね。そうだよね。いや、でも言うてこれ守るで、次ドラパルト落ちるんじゃない？あー、微妙なライン。だいぶ微妙なライン。たら、まあ結局、テックガンヒットポイント確保でいいんだったら、それはそれでいいか。守りま。イドンプ。結局、テックガン、落ちるドラパルト。落ちてほしい。落ちて、お願い、お願い、届いてて。届かないね。まあでもこうなったら割とバンギが、ここでドロップを打たれても、ポリツの前さすがに眠れ HP だけは残るから大丈夫か。バンギ引きの、結局なんかテッカグヤがむちゃくちゃ強えよな。どう考えても。しかも避けるね。まあ当たってても、大しドラパの C だし大したダメージ入んないと思うけど。で、ランドロスかな？これもう完封したな、割と。ラストまだ見せてくんないか？ランドロスか。まあでもこうなった以上別にトンボ返りされてもいいから。テッカグヤで。まあ相手も願望で自信押すしかないんじゃない？それでも裏が結局、テッカグヤと土俵突破できるポケモンじゃないと通せないけど。トンボ返りちゃんと押してるね。
まあ、これでも全部読まれてもさ、負けないのが強い。明らかにこっちの方が読みで負けてんのにさ、なんか、なんとかなるからね。カプレヒで、身代わりは多分ないと思うけど。やばいの、挑発レヒレで、それ以外はドヒドで、全部なんとかできるから。残飯？あー、身代わりありそう、これ。これ、超身代わりありそうじゃん。どうしよっかな。一回ヘビボム、あ、待って、守ろう。待って。ねえ、上押したじゃん、上ボタン。身代わりあるよね。身代わりあるよね。だから身代わりあんだったら、挑発がないはず、さすがに。切り土俵で勝ちだね。負けません。それでも負けません。僕の勝ちでーす。残念でしたー。瞑想でしょ？うん。まあ、切り見せたらさすがに降参してくれると思うけどね。逆にこれで挑発あったらどうすんの？それじゃ無理あるな。ないでしょ。こういうやつが増えるから、ドキドキに切りは入れときたいけどな。本当はさっき守るおっしゃったとこは、ヘビボンを押してて、挑発だった場合に、ヘビボン一発入って、まあ、ヘビボン連打とかでいいかな。で、ドヒドヒ、どっかでうまく引いて、まあ、切り押すみたいな。あ、違う。で、ミスフィールなるべく枯らしてドヒドヒ引いて、熱湯で焼いて、とかで、まあ、ぼちぼちみたいな感じかな。ここで降参してくるに、300円。降参してると思うけど。ん？何を考えてんの？考えることあるか？ここで。この後に呼んで。まあ最後に他に勝ち筋が、あ、そうだよね。OK。300円ゲット。じゃあ、お疲れ。